創造性の育成塾とは、創造性豊かな中学生の育成を目的とした、日本全国の中学2年生を対象に毎年行われる夏季合宿である。2006年7月、元文部大臣研科学技術庁長,長官、有馬明との提唱により、創造性の育成塾の前身である、関本有馬塾が開塾。山梨県富士吉田市にある、 人材開発センター富士研修所で初の書き合宿を行った。子供たちに物理や科学の講義、学習、実験を通して科学の面白さを体感してもらい、創造性、自ら考える力を身につけてもらうこと、また、第一人者と触れ合う経験を学問のみならず、考え方、人格形成にも生かしてもらうことを狙いとしている。2006年度、関本、 有馬塾では、江崎レオナ、小芝正俊、米村伝次郎、関本忠弘氏ら、24人の講師陣による、計4 1次元の掛け合宿が、7月31日から8月11日までの12日間に、わたって開催された。2007年度からは、創造性の育成塾に名を改め、白川秀樹、李園鉄、山崎直子、長藤雄氏ら、 30人の講師陣による、計45次元の夏季合宿が、8月3日から8月11日までの9日間にわたって開催された。関本、有馬塾の熟生募集においては、一般公募は行われず、日本全国の教育機関を通じ、熟生40人の選抜が行われた。選抜条件は、理科好きな生徒であることであった。創造性の育成塾、すなわち、 第2回から、熟成40人の一般公募を行うようになり、中学2年生であれば、公式ホームページを通じて応募が可能となった。応募者には、選択課題への回答が義務付けられた。希望創造性の育成塾の応募に際し、与えられた選択課題は次の5代である。2007年6月、将来を担う、 知的リーダーを育成していくためには多方面の支援が必要との観点から TBS シニアコメンテーター川戸恵子を幹事とする総勢40名からなる創造性の育成塾女性サポーターグループが結成された。主な活動内容は子どもたちが理科を好きになる環境づくり、塾の発展のための活動、塾生の激励などであるサポーターグループ以外にも 看護師や教員などがボランティアとして参加している。主に実験における怪我の防止、学習アドバイス、熟成の健康管理、緊急時のケアなどを行い、塾にとってなくてはならない存在になっている。ありがとうございます。